ブオールシャウエンシュタインの肖像、カール・フェルディナント・フォン・ブオールシャウエンシュタインは、オーストリア帝国の伯爵、政治家、外交官。1852年から1859年に、外務大臣を務めた。グラウビュンデンの古い貴族の家系に、ウィーンで生まれる。初代ドイツ連邦議会議長である、ヨハンルドルフ・ブオールシャウエンシュタイン伯爵の息子である。父と同様に、 オーストリア帝国の外交官の道を選び、カールスルーへ、ダルムシュタット、シュトットガルト、トリノ、サンクトペテルブルク、ロンドンでオーストリア大使を務めた。1852年から1859年まで外務大臣を務め、内閣を主催した。クリミア戦争では優柔不断な態度を示して、ロシア帝国との関係を悪化させた。 1859年にはサルデーニャ王国に突きつけた最後通帳が元で戦争になり敗北した。そのため同年外相を辞任した。同時大臣による評価は外して低かった。ウィーンで死去。ありがとうございます。